大臣はね、今回のこの4日の記者会見での激高発言だけじゃないんです。まず11月25日、大臣の記者会見の議事録の中で、予算を作成する段階だったと思うんですけれども、我々が手取り足取りやっていくというよりも、むしろ地元の方が、俺たちはこういうふうにして立ち上がってやっていくんだという気持ちを表してほしいという、まあ、これはある部分でわからないでもないんですけれども、しかし、福島県知事から要望を受けられた際に、気力が足りないというようなことをおっしゃったと、記者に聞かれております。でね、それに対して、大臣がこう答えておられるんですよ。農業者の方々のお話に言及をされていて、なかなかこれは買えというふうに強制的に我々が言うわけにはいかないわけだから、これはやはり生産者の努力というのがまだまだ私は必要だと思うと。こういうふうにおっしゃってるんです。生産者の方々がものすごい努力をして、これまで苦労して、そしてやってきているんです。しかし、それでも、まだまだ、それこそ値段は買い叩かれ、厳しい状況になっている状況は、これは、国としてちゃんと支援をしていくべきことですよ。それに対して大臣はこんな冷たく言い放ってるんですよ。これもびっくりしますし、どうもですね、ずっと見てますと、大臣は、非常に感情的な言葉で、いろんなことをお話になっておられる。マラソンに例えてお話になったのは、1月の、予算委員会の中で、2月の予算委員会の中で、金子恵美議員も大臣に問わせていただきましたけれど、その議事録を読ませていただいても、全く意味が分かりませんでした。これは福島の、協議会の場で、大臣がその会長を務めておられる協議会の場で、福島の復興をマラソンに例えられて、今30キロだというふうにおっしゃったわけですね。これを聞いて、やはりみんながびっくりをされて、首をかしげられたわけです。で、その後の大臣は、一番頑張りどころなんだという意味だというふうにおっしゃってるけれども、これも大変誤解を招くようなご発言であったと思います。ちょっと与党の委員の方々、黙っていただいていいですか。私はですね、こういうふうに大臣が、これだけじゃないんです、本当にたくさんあるんです。なぜこうも被災者に対して、被災地に対して、鈍感な大臣なんだろうと、そう思いますよ。大臣、答えてください。今村復興大臣。今ですね、知事に対して気力が足りないとか、農家の努力が足りないとか、私はそういうことは言った覚えはあんまりありません。それから、それが一つ、ですから、それはちょっともう少し私も精査させてください。それから、私の発言の中で、先ほどマラソンという言葉もありました。やはりですね、これは福島で大きないろいろ課題が3つに分けれるかなと。1つはいろんなインフラストラクチャー、道路だ、なんだ、そういったところを早く整備してやっていくということが1つ、それからもう1つは、この第一原発の廃炉とか、除染土の処理の問題、これは非常に中長的な課題でですね、しっかり腰を据えてやらなければいけない、これは私もしっかり認識をしております。もう1つですね、やっぱり風評風化と。いう戦い、これがあるわけであります。これについてはですね、まさに時間との戦いということで、これをやっぱり急がないとですね、やっぱりどんどん福島の農産物で例をとってもですね、販路が狭まっていくとか、値段が這い叩かれるとか、そういうことに今なってきているわけでありますから、ぜひですね、ここは頑張ってですね、やろうじゃないかと、まさに福島の言葉で言えば、頑張って福島ということになるかもしれませんが、そういうことで、我々もですね、いろんな環境整備はしますよと、皆さん一緒にやりましょうと、今ここで
立ち上がって本当に苦しいけど頑張らなければいけないということをマラソンの一番苦しい時に例えていったということでご理解を願いたいと思います。小売和子さん、今また生産者の方々のこともおっしゃられたけど、記者会見の議事録によるとやはりそれは生産者の方々の努力というのがまだまだ私は必要ではないかと考えています。これ生産者任せにしろって言ってるとしか私は捉えませんけれども、捉えられませんけれども、どうもですね、そういう意味でね、大臣という立場は被災されている方々に対して言葉で伝えるんだとすれば、その言葉が誤解を招くようなね、言葉を使っていてはとてもじゃないけれど、やっぱり資格が終わりじゃないんじゃないかというふうに思いますよ。みんな誤解して取りますもの。これ以上まだまだ私たち自分たちで責任で頑張っていかなくちゃいけないのかと毎回毎回おっしゃってるのと同じです。すいません、激高したことについての謝罪はありましたけれども、誤って済む話ではないと思ってます。何度も笑わないでください。真面目に質問しているんです。いいですか。大臣が委員長、何とかしてください。不規則発言は控えてください。小売和子さん、大臣の記者に対するうるさい出て行きなさいとの発言ですけれども、これは憲法21条に反している発言であります。今与党の議員から苦笑が漏れましたけれども、全然お分かりじゃないと思いますよ。報道の自由というのは憲法が標榜する民主主義社会の基盤をなすものとして、表現の自由を保障する憲法21条においても崇高な地位を占めるものである。皆さんもお分かりのことと思います。報道の自由を全うするには取材の自由もまた不可欠のものとして保障されなければならない。これは昭和44年の最高裁大法廷の判例要旨であります。憲法を尊重し擁護する義務を負う99条にも違反しているんじゃないかと思います。罵倒した記者にも謝罪が必要ではないでしょうか。今村復興大臣、先ほどから言ってますように、4日の記者会見の対応については額を要したところであります。その上でですね、今報道の自由という話がありましたが、これはもとよりですね、大変大事な権利であるというふうに私も認識をしているところであります。小売和子さん、今それだけですか。今村復興大臣、先ほどのですね、対応について、じゃあもう少し詳しく話させていただきます。いや違います、罵倒した記者に対して謝罪すべきだと言ってます。はい、委員長。小売和子さん、罵倒した記者に対しても謝罪を公式の場でするべきだというふうに思いますが、いかがですかと問いました。今村復興大臣、これは必要であれば私も謝罪するのにやぶさかではありません。小売和子さん、私もですね、与党の議員からやじが飛んでましたけれども、この福島特措法の改正案について質問を準備をして議論をさせていただくつもりでいたわけです。しかしです、大臣がですねこのような発言をなさっていて、復興の任にあたうるにふさわしいのかどうか改めて問わせていただかねばならないと思いまして、私は非常に残念でならないんですけれども、大臣に問わせていただいているんです。しかし、先ほど来、お話を聞かせていただきましてもですね、大臣自身が、自己責任という言葉については少々言い過ぎたというふうにおっしゃっておられるようだが、だけれどもそれがちゃんと当事者の方々に伝わっていかなければ、ダメなわけですよ。これ復興に対する信頼にも関わる問題なんです。福島の皆さんたちが復興をしていこうというトップの大臣に対する信頼を取り戻さなければ、復興施策そのものに対する信頼も得られないんじゃないでしょうか。だからこそこういうふうに声を大きくして私申し上げてるんです。今村復興大臣、記者会見の件はですね、
私も随分丁寧に応答したんです。そしてそういう中で例えばですね、自主避難者にはお金を払ってないとかですね、あるいは無責任だとか言われるもんですから、我々としてはもう一生懸命やっております。私もそれから復興庁の職員もそういったことに対して私もやはり、感情が高ぶってああいうことになったわけでありますから、もう少しその記者会見のですね流れをしっかりとまた見てもらって、やっていただければというふうに思っております。それからですね、今のその資質の問題かもしれませんが、それは私の至らないところはそれは素直に反省しなきゃいけないと思っておりますが、私は先ほど申しましたように福島というのがですね、同じ被災地の中でも大変なやっぱり状況になってたんだと、なんとかしなきゃいけないという強い思いがあるからみんなで頑張っていこうと、そういうことを言っているわけであります。そこのところはですね、しっかりとご理解を願いたいと思います。小売和子さん、だとすればコミュニケーション能力が終わりじゃないと思います。であるならば、やはり大臣として被災者の方々にさまざまなご説明をなさるその任はやはり難しいんじゃないでしょうか。私のことを申し上げれば、私も福島に親戚がたくさんおりまして、とりわけ沿岸部に多くいたんです。で震災の後原発事故が発生して、そしてもう入れなくなった地域にどこの避難所を探しても見つかりませんでね、まだ残ってるかもしれないっていうんで、しかし捜索にも入れなかったんです。大変厳しかったですよ。そういう状況を本当にお分かりになってらっしゃるのか。先ほどね、当時の民主党政権が、さも、なんでしょう、悪口をおっしゃる方がおられたけれども、私たちも初めての経験で、今まで日本が経験したことのない事態に陥って、しかし、一生懸命対応してきたんです。そして今それこそ復興庁の土台になっている復興施策の中で基本になっているのは私たちが作ったものたくさんあるじゃないか。私はですね、非常にですから、そういうね、大臣の被災地のことにあまりにもご関心が薄いと言いましょうか、最も厳しい状況のところもね、理解できないような発言でしかないですよ。これを私はですね、やはりとってもこの大臣の下でですね、復興の議論というのをやるということはとてもできないというふうに思うんです。今回ですね、避難困難区域で国の、復興拠点を作っていこうっていうことで、新しい福島の方々のそれこそ復興の道筋を作るそのスタートラインで、こういうことを申し上げなくちゃいけないって、その責任っていうのはやはり大臣ご自身におありになるということをね、今一度お考えいただかなくちゃいけない。そして私はそういう大臣を任命された安倍総理の責任も大いにあるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。与党の皆さんたちはまたいろいろとやじを飛ばされましたけれども、であるならば被災者の方々の前で同じように言っていただきたいと思います。私はですね、今回、私どもの議員、この後、いろいろ質問をさせていただくことになるかと思うんですけれども、私は個人的に、やはり、今村大臣の下で、今日のやり取りをさせていただいても、納得いくものは全くございませんでしたし、辞任をしていただきたいということを最後に申し上げて、質問を終わります。